はい、皆さん、こんにちは。アジでございます。まとめですね。また恒例のごとく、やっていきましょう。ですね、まず、三国志からいきましょうか、今回は。三国志はですね、三国志中佐宗彪さんですね。こちらはですね、確か、全然進捗 遠景の滅亡までさせていこうというような感じですね。で、進捗は変わらないんですが、陳留を落としたとこぐらいですよね。陳留を落としたとこぐらいで、今後どうなるかっていうとこなんですけども、どんどんね、私の考え方としては、北平の方ね、落としていこうという流れになるんですけど、おそらく遠景を分断しようという感じになりますね。北東と西をね、分断しようというところで、今洛陽の方で馬頭さんと、やり合っちゃってるんですけども、そっちに兵を割いてくれてるんで、いい感じで。北海と、牢屋かな、牢屋だね。牢屋は取ってたのか。平原の方を取るか、あと、その周りっていうところですね。で、南平をね、抑えれるとほぼいいんじゃないのかなというような感じですね。ですので、おそらく南平を取る方向という感じで、部隊をね、部隊とか軍勢をね、ちょっと増やしていこうかなというような感じに流れですね。で、もうね、孫権さんがね、あんまりよく動いてくれないんで、まだね、ずっと相変わらずね、内政、内政、内政だ、内政だっていうんでね、呉の国がね、内政だっていうような感じでいくんですけど、私の軍勢は、宗彪さんの軍勢ね、宗彪さんの軍勢は、遠景を滅亡させていこうという流れになりますね。で、途中ね、私忘れていたんですけども、失勢に慣れたんですよね。慣れてたのをね、もう、戦に明け暮れてね、かっこいい言い方ですけども、戦に明け暮れまして、もう失勢になることを忘れてたんで、今週ね、失勢になりますんで、そこからどういう感じでできるかなと。失勢になるとね、戦略、采配がね、采配じゃないか、戦術がね、増えるというので、それをね、ちょっと試していこうかなというところですね。あと、長所さん、長所さん 長所さんね、長所さんを、うまいこと使っていきたいんですけども、なかなかね、動かせない状態になってしまいます。というのも、孤狼艦がね、孤狼艦にすごく兵を置かれてるんで、ちょっと牽制のためにね、こちらが兵を置いたから、牽制で置かれてるのかもしれないんですけども、そういった感じでね、ちょっと陳留周りの、方がね、なかなか身動き取れなくなっちゃってますね。睨み合いという感じ。その中でポイントなのが太子さんなんですけども、彼がどういう感じに動けるかっていうところですね。ですから今、中央はね、我が軍勢の中央は総兵さん本体、で、行ってる状態ですね。で、東側、右翼って言っていいのかな？は韓寧さんになるでしょうね。で、左翼が、誰？ 誰じゃないわ、太子さんね。という感じでやっていきますね。相変わらずね、総兵さんのところはね、呂布さんと趙音さんがね、もう、しっちゃかめっちゃかね、頑張って、しっちゃかめっちゃか言ったら言い方おかしいね、頑張ってくれてるんで、もうね、あの二人はほったらかしでも全然いいな、もうあの二人でね、均衡の取り合いになってますんで、ほっとけばいいかなっていうような感じですね。そこに趙翔さんを組み込みたいんですけども、趙翔さんがちょっと、動けない状態なんで、また拾いに行こうとは思ってるんですけどもね、そういう感じで、戦術、また彼が入ると戦術がね、増えて、敵の兵を奪えるという戦術、奪えるかもしれないっていう戦術ですかね。それが使えるようになりそうなので、それちょっと私見たことないんで、ちょっと見てみたいなと
いうような感じですね。ですから、まあ、三国志はね、まあ、今211年から212年にかけるところが今回の流れになるんですけど、まあ、曹操さんの、ね、寿命が、ね、いつ尽きるのか、まあ、結構ちらちらね、いろんな方がお亡くなりになっちゃって言ってますんで、あとね、文集さんにも、ね、動きがありますね、今週は。文集さん動きがありますよということで、まあ本当あの文集さん大変でしたけどね、まあなんとかなりそうな予感がしますね。そうですね、こういうのがまあ三国志の方の流れですかね。で、そうですね、次はね、じゃあね、イソリジン行きましょうか。イソリジンはね、まあイソリジンも、ちょっと、まあ進捗はあるんですけどもね、まあ、確かね、神殿でもね、ありますけど、私ね、神殿をね、勘違いして、イース2って言っているようですね。イース2に神殿はなかったですよね。イース1ですよね。ですんで、音が鳴ると、音によって体力を削られる部分があるんですけども、そのね、イースの1の神殿でもあったんですけども、それを壊しに行くという、あ、おかえりなさい。今ちょっと次男が帰ってきましたね。ですんで、そこら辺までが流れでしたかね。で、それですね、その流れをエポナさんに、私はじめね、いやいや、分かってるよって、イースやってたからって言ってね、やるんですけど、見つけられなくて、もう一度エポナさんに頭を下げちゃうというね、感じになるんですけども、まあ、今週の流れというのが、エポナさんね、エポナさんじゃないわ。それよりも先になりますね。久しぶりにね、ボスが出てきます。ボスが出てくるんで、YouTube 先生、うまいことね、サムネイルにしてくれてますんで、まあ、そのパートになればわかると思いますね。そのボスに勝てるのか負けるのかっていうのが、ちょっとね、今週の流れになろうかと。いうところでしょうかね。あとね、YouTube 先生、相変わらずね、金色というか派手な色が好きなようですので、サムネイルを選ぶのにね。ですから、三国志では呂布とか張温さん、まあ、呂布と張温さんがね、ほとんどだっていうのが仕方がないんで、なんで、采配かな、采配の発動画面が派手なので、それをよくチョイスされるんですけども、それと同時に、同時じゃないね、同じような感じで、イーソーリジンは、火の魔法を使ったときに、火輪、火の輪っかね。火の輪がぐるぐるぐるって回るのが、あれが YouTube 先生好きみたいで、あれは狩りがサムネイルになるようになりました。まあ、それは途中で私変更してるんですけども、なかなか、イーソリジンね、面白くなってきましたね。で、エポナさんがね、エポナさんが今いい感じなんですけども、どうなるんでしょうね。ちょっとちょっとフラグ踏んじゃったんじゃないみたいな感じの、ご意見もいただいてますし、いやー、エポナさんはもう悪い子じゃないって私は思ってるんですけどね、まあ、どういう感じになるのかなというような感じですね。まあ、それに比べて、ユーゴ君のね、ユーゴ君の、まあ、でも今回ユーゴ君まだ普通かな、普通というか そのままかな、悪くなっていってないね。ただ、ちょっとイベントでね、イベントの会話を見てると、ああ、ユーゴ君ダメだね、みたいな感じにもなったりもします。それは今週の流れになるでしょうかね、イーソーリジンはね。まあ、相変わらずね、落ちますので、今回はね、録画が使えない落ち方しましたね。久しぶりですね、序盤ぐらいにしたのかな。それがね、今回出まして、今週、録画が失敗するような落ち方しましたね。ですので、スペースキーで落ちる、スペースキーというかね、インベントリの画面出すと落ちるっていうのと、普通に画面が切り替わって落ちるっていうのがあります。それは、またその日に2本上げるような感じにしてますので、そうですね。ただ、夜になるかな、切れた分のアップはね、夜になる。なるんだったと思います。確かに前まではね、8時に流して、落ちた後は12時に流してるような感じなんですけど、今回は、ちょっと私ね、12時に流しても仕方がないんじゃないのってちょっと思い出したんで、ですんで、もう、完全、落ちる前のが、ちゃんと見られたかなというような感じの時間帯、まあ8時ぐらい、夜の8時ぐらい、まあ12時間後ですね、に確かしてたと思いますんで、まあ、
そうですね。イソルジン、まだまだ、もう少し。もう少し。いやー、でもね、そうですね、セーブポイントの女神像がちょうど半分の手前ぐらいなんで、もう半分ぐらいは来たのかもしれないね、そういう意味ではね。ちょっと、そういった感じなんですね。ですから、まあ、ねえ、今、ユーゴ君使ってますけど、ひょっとしたら2人目の、その主人公ね、中級向けの方も使うこと考えたら、まあ結構、いろいろな、まあでもね、そうそうそう、ボスがね、ちょっとね、ボスがね、前のボスもそうだったんですけど、もう、屍の山気づけなかったんでね、私が。あれ、多分もう次やったらボロボロになるような気がしますね。そんな感じも、だからボス戦が意外にいけてるんで、いけちゃったので、次のキャラクターやるとき、実況するかどうかはちょっとわからないんですけどもね。まあ、個人的にはね、せっかくなんで、もう、ガツンガツンにやっちゃおうかなと思ってるんですけど、まあ、時間との兼ね合いもありますね。まあ、そういった流れで、イースオリジンは、まだまだしばらくいけそうな感じです。で、次はドラゴンクエストいきましょうか。ドラゴンクエスト6ですね。ドラゴンクエスト6はね、まあ、先日ね、ライブもさせていただきました。でね、まあ、ライブがね、1時間ちょっと行ったんですけども、まあ、今回でね、まあ、ドラクエのライブのやり残しは、まあ、解消できたかな、片付けれたかなって思うので、次回のライブはちょっと、ドラクエやるかどうかは微妙ですね。ですけど、まあ、ライブは週1ぐらいでやりたいなと。で、まとめはね、今回もね、今回、あ、今回も、ライブではないんですけども、まとめはまあ、こういった感じで収録で、で、何かゲームをね、ライブにする方がいいかなっていうような感じでは思ってますね。ですんで、まあ、ドラクエの方はね、まあ、あのライブのボスがね、大変だったな、まさかかまいたちしか聞かないっていうことがね。で、後でね、ライブに間に合わなかった方から、かまいたちが聞くんですよっていうのをね、コメントでいただきまして、いやもうね、ほんとたまたま偶然私、かまいたちが聞くっていうのが発見できたので、なんですけど、まあ、なんかほんと大変でしたね。まあ、もう、ドラクエもね、皆さんの情報をいただいてる情報でね、まあ、三国志もそうですけど、もう攻略的なね、いい情報をいただいたりすることで、それほどパニックというかね、混乱せずに進めてるような感じで、本当ありがとうございますね。ですので、まあ、ドラクエはね、あとね、あれですね、今週の流れは、王子ですね。まあ、王子、昨日のライブで、王子の、そのね、試練の3でしたっけ？倒せて、実は試練の3が倒、あの、ライブではね、試練の3倒した後、私、試練の4、5とかあるんかなと思ってたんで、まだまだと思ったんですけど、実はね、まあまあ、今日アップされた 動画で 試練の3で終わりだったんですね。いや、あのままライブ続けとけばよかったってね、思ったんですけど、まあ、その後の今週の流れっていうのは、王子さんがから、王子さんの話が、まあ、序盤でね、来まして、その後はまた新たなところに向かおうかなというところですね。それが、今週の流れになるんで、まあまあ、ドラクエの方も、今、パートがね、80代ですかね。まあ、ちょうどね、真ん中か、いうぐらいだと思うんで、これだと160ぐらいいきそうですね。まあ、パート5じゃないね。ごめんなさい。ドラクエ5よりもちょっと多くなりそうな予感がしますね。ですので、あと、まあ、転職ですね。転職のね、使い方をね、ちょっとちゃんとうまいことやらないといけないなーっていうような感じでしょうかね。まあ、ドラクエはね、やっぱり安定してるんでね、よくできてるゲームなので、まあでもね、ボスね、試練の3でもそうでしたけど、ちょっと泥仕合、すごい泥仕合でしたよね。あれ、まあ私が分かってなかったから泥仕合になったんですけど、よくよく勝てましたね。もうライブで全滅はやめたかったんでね、正直ね。まあなんとかなりましたけど。いや、でもね、もうあの泥仕合になるような仕組みをちょっと変えてほしいんですけどね、きっとこのままボスをみんな泥仕合でしょうね。もう、スクルト、
もうね、スクルト・フバーハ・ドロ試合、スクルト・フバーハ・賢者の石・ドロ試合、スクルト・フバーハ・回復・ドロ試合っていうような感じになるのはもう見えちゃったかなっていう気はするんですけどね。まあ、この流れは、まあ、別にドラクエに限ったことでもないとは思うんですけども、もうちょっとドロ試合は避けていきたいなというのが本心なところですね。まあ、ドラクエはね、まだまだもうちょっといくと思いますよ。で、次ですね、ダイナソアです。ファルコムさんのね、ダイナソアなんですけども、これはね、おそらく今週一旦中断します。これはライブでも言ったと思うんですけども、実はね、ダイナソアはね、もう今週、最後まで行きますよ。コメントで教えていただいた、精霊の塔がラストダンジョンでね、ラストダンジョンということで教えていただいてたんで、ああ、まあもうちょっとだねと思って、入ったら結構敵が強かったり、迷路がぐちゃぐちゃだったんで、ああ、今週ないかなとか思ってたんですけど、まあ意外な意外に、ココンって、もう最後の軍神まで行きます、ボスまでね。で、戦うんですけども、もう、なんでしょう、全然歯が立たないんで、もうね、チートかなって思うぐらい歯が立たなかったんで、まあ、これは収録でも言ってますけど、しばらく旅に出ます。探さないでくださいってやつですね。もうね、ちょっとね、攻略サイトをね、見に行ったんです。だったらね、全然私も、まず、装備が、全然ダメなので、かといって、じゃあ装備は変えるのって言ったら変えないんですよ。敵から入手する。敵の宝箱で入手するっていうような感じなんで、まあちょっとウィザードリー的な感じがあるんですけど、ただ宝箱なかなか出てこないんで、で、そういうのを見てると、まだまだだなというところで、私ね、とりあえずじゃあ何？どうするの？っていうことで、メンタリングが欲しいなっていうところで、メンタリングを探しに行ってんですけど、全然見つかりません。全然ドロップしてくれません。だもんでね、おそらくね、中断します、一度。ただ、もう最後の最後まで行ってるんでね、それでもうやめるんではなくて、ちょっと宝探しをね、で、たまにね、宝探し動画を上げるかもしれないですね。ただもうひたすら戦うだけなので、動画として成り立つかどうか微妙なんですけどね、下手すると音声なしのプレイ動画にするかもしれないですけど、ただね、攻略サイト読んでるとね、もうアイテムを探すのに何時間もかかるのは当たり前みたいなことが書いてるんで、もう数時間かかるのは当たり前っていうような感じで、今ね、私がね、パッと余った頭に思うだけで欲しいものがね、4つ5つあるんで、えっていうような感じなんですね。何時間かけないといけないんだろうっていうのがあるのと、あと、まあ、あれでした。スキルね。アッシュは剣のスキルが23の99で満タンなんですよ。で、今週ね、今週か、実は先週言ってたかもしれないですけど、エリスさん。エリスさんの、魔法も、23の99まで行ってます。で、あとはね、オルリックさんの総魔法。これがまだね、15ぐらいしかないんですよ。で、まだまだ上げると、生き返らせる、リザレクションみたいなね、まあ、奇跡っていうらしいんですけど、その魔法が入るみたいなんですね。ああ、また私ね、生き返らせる魔法入んないんだと思ってたんですけど、まだまだ熟練が足らなかったみたいです、スキルの。で、あと同じようなことが、ヒーストさんにも言えますね。だもんで、そういう熟練を上げるため、スキルの熟練を上げるためにも、まあ、武器を探すのと、装備を探すのと、熟練を上げるので、ちょっと修行に行くような形になりますので、しばらく多分ね、しばらく止まっちゃうと思います、更新がね。ただでもね、せっかくここまで行ったんだからね、解こうとは思ってますよ。ですんで、私も昨日ね、一人でちまちまやってたんですけど、もう1時間ぐらいじゃ何にも変わんない。もうなんかしょぼいのだけね、ドロップしてくれてね、欲しいのをドロップしてくれないんでね、あれはあれかな、多分、特別に確率低く設定されてる気がしますね。そういうような感じはしますんで、まあそこでしょうね。ですから、ダイナソアは、ちょっと、止まっちゃうんですけど、ご了承ください。ご容赦いただければと思いますね。まあ、なるべく早く何とかしたいんですけど、まだまだ、ただまあね、収録だったら、収録じゃない、修行だったらね、もうガン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 もうね、全力で戦えるんで、
なんとか、まあ、最悪はもうね、スキルだけ上げて、突撃っていう、スキルとレベル上げて突撃っていうのもいいかなと思ってるんで、本当ね、序盤に皆さんがね、スキルを上げるようにしないとと、物理攻撃、剣とかは相手をとどめ刺さないとスキルが上がらないよと。っていうので、もう精霊呼んでて、精霊がバンバン倒してるのをね、危惧されたんでしょうね。もう精霊あまり呼ばない方がいいですよっていうコメントもいただいて、今になってそれが分かりました。あ、なる、まあ、それを聞いて、ある程度育ててきたんですけども、いや、それでも足んなかったんですね、私のね、方はね。私はあまりそういうこと、それはね、聞いてたんですけども、まさかこれほどとは思ってなかったので、今回それを痛感した形になりますんで、もっとね、スキル、まあ、スキルやってたんですけども、私、ちょっとその、なんです？拳の方に行ったりね。もうちょっとその、最後の、最終局面に向かってのスキルの育て方はしてなかったような気がしますね。まあ、エリスさんがマックス行ったのはいいんですけど、オルリックさんがね、オルリックさんが拳の方にちょっと偏りすぎたのかなっていう感じですね。まあ、ワットさんはもうどうでもいいんですけど、ワットさんもどうでもいいですね。あと、ヒースさんね、ヒースさんは逆にヒースさん、棚多すぎるんでね、一番スキルを覚える人なんで、ちょっと迷っちゃったところもあるんでしょうけど、まあ、そんな感じですね。ですから、ダイナソーはちょっとね、こんな感じになっちゃいますけども、ご容赦いただければと思いますね。じゃあ、お次は不定期枠ですね。不定期枠ではやっぱりユーロトラックシミュレーターですね。まずこれ第一に上がるのね。で、ユーロトラックシミュレーター2は、もう6台目のトラックを買いましたよね。で、これがまあ、もうどん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 私は拡大の一途をたどろうと思ってますので、もうじき多分7台目買いますよ。まあ、相変わらずね、グダグダと喋る実況になってますので、まあ、まとめがね、まとめが、まあ、お好きな方は、ユーロトラックシミュレーター2も、見ていただけるんではないのかなと、まあ、思ってみたりもね、まあ、グダグダ、なんか、デラデラ喋ってますんで、よければお聞きください。で、次はね、デッドスペース2ですね。あ、2じゃないわ、1だ。デッドスペースですね。これね、相変わらず、私の悲鳴が響きます。本当に悲鳴が多いですね。で、もうなんかね、もうデッドスペースのビビらせ方がね、半端じゃないんでね、もう本当私のもう、狼狽具合がね、もう何でしょっていう、イージーで2周目データで使って、もうそれあんたもチートじゃないのって言われるんですけども、能力的には全然いいんですけども、私自身がね、私のメンタルがね、どんどん削られていくんでね。まあそんな感じでしょうかね。まあ本当にね、今週もビビった、もう本当ね、キネシスと、あと何です、遅くするのと、物を動かすの、装備があるんですけど、それの使い方間違いでね、もう本当にトラウマになりそうなことしてしまったんでね、トラウマというかね、もう、本当私、びっくりしちゃってね、操作を間違いでね。もう、ガッチャンコ閉まってる扉でね、もう、なんかそれがサブリミナル効果みたいになっちゃってね、もう、脳裏に焼き付いて離れなくなっちゃってるんでね、本当、参りました。まあ、なんとかね、今、順番ではね、だから、ユーロトラックシミュレーター2、デッドスペース、フォールアウト4っていう一連のこのローテーションしてるんで、フォールアウト4をやりたかったらデッドスペースをやらないとフォールアウト4はできないよっていう形にしてるんで、なんとかフォールアウト4をやりたいという思いでデッドスペースを先に進めようっていう、もうデッドスペースもうガンガンいっちゃおうっていうような気になってますね。まあまあ、なんでしょうね、もうね、血が下がるのがわかるんです。やり始めるときはね、もうサクサクいくよって思ってるんですけど、もうやっで、2、3分かな？したら、もう、脳から血が下がっていってるのが分かるんですよね。だん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 、もうその、酸欠みたいになってくるんですよね。もう、重苦しくなってくるんで。まあ、でも、気合い入れてね、あれは30分ぐらいの形でやろうかなと思ってますんで、どん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 先に行きたいですね。で、お次はですね、あれですね、フォールアウト4ですね。すんごい面白いんですけど、もうね、
フォールアウト3にあったあのガラクタがね、もう全然ガラクタじゃないんで、今回。全然使えるんでね、ガンガン拾ってきなさいっていうような感じなんで、それとあと、相変わらずグロいですけどね、まあでもよくできてますね。今回は AP 頼りっていう感じじゃないので、もうバッツばっかりっていう感じではないですね。なかなかね、いいかなと思うんですが、一箇所ね、私酔うんですね、フォールアウト4は。フォールアウト4のね、視界マウスでやるんですけどもね、まあこれはデッドスペースもそうなんですけど、デッドスペースはね、すごくね、マウスのその視界の動きが鈍いんですよ、マウスに対して。ですので、ちょっと歓声がつくような感じで、ね、動いてくれるんで、多分ね、酔いがないと思うんですけど、いや、初めね、デッドスペースなんでこんなにマウスが鈍くなってんだろうと思ったんです。そういうためだったんですね、きっとね。ですので、フォールアウト4はね、それがないんで、すごくね、マウスの動きを追随するんですよね、視界が。その首の方向というかね、視点の動きが。もうね、もう移動しながらマウスで視点を変えちゃうと、ちょっと私酔っちゃうんで、もうフォールアウトはね、30分ぐらいが限界ですね。実はフォールアウト収録終わった後に、収録しても仕方がないという感じで、材料集めに行ってたりするんですよね。もうその時にね、本当にね、胃が動くぐらい、いや、胃が動きましたね、実際。でもその後ね、もう1時間ぐらい、もう気分が悪くて何もできなくなっちゃうんで、フォールアウト4はね、ちょっと30分ぐらいが限界でしょうね。で、余計なことはせず、で、移動中はなるべくマウスを使わない。そういうような感じになると思いますね。で、マウスの感度ね、緩めたら緩めたで、今度ね、振り向きがね、効かないんでね、なかなか。ですんでね、ちょっとこれはダメだなっていうところで、フォールアウトはそういう感じにしてますね、マウスは。まあ、ただね、もう、よくできてますね。まあ、ファンがすごく回るんでね、パソコンの。まあ、今はちょっとした暖房になってますよ。ちょうどね、ファンのね、排気がね、私の右手に当たるんですよ、マウスの。あったかい風がすっごく出てくるんで、ちょっと心配しながらもちょっとあったかいなというようなところですね。まあ、フォールアウトはね、まだまだ始まったばっかりなので、まあ、これは、しばらく遊べるんじゃないのかなというところですね。まあ、以上で、まとめの流れはこんな感じになりますね。ちょっと今、なまりましたけどね。で、じゃあ、実は背景ね、これね、まあ、今回も88なんですけども、ファイアークリスタルですね。私ね、ずっと前に、去年、一昨年かな、一昨年だったかもしれないですね。ブラックオニキスっていうね、老舗の RPG をやりまして、その時にはね、次はぜひファイアークリスタルもねっていう話をしてたんで、それからね、もう全然1年ぐらいできてないと思うんですけども、まあ、忘れてないんですけどね。どうなんでしょうね。今のそのダイナソアが終わったらできるのかな、どうなんでしょうっていうような。ダイナソアの後も結構、まあでもね、やらないとファイアークリスタルもやらないといけませんよね。というところで、ただこれって確かあれですよね。これはブラックオニキスのデータ引き継げなかったのかな？まあ、ブラックオニキスのデータは引き継がない方が多分いいんでしょうね。でもすごいですね、これね。勇士の名前や髪型を変えるって、まあまあ、キャラクターのね、ビジュアルを変えたりするのは、このブラックオニキス、最初ぐらいなんじゃないですか？今では結構当たり前ですけどね。まあ、テンプレート、テンプルに入るか。で、勇士を見る、勇士を殺すってね、これはまあブラックオニキスもあったと思うんですけど、勇士を、映すあるから、これだわ。これがブラックオニキスから引っ張ってこれるんじゃないのかなって思いますね。まあ、ただね、ブラックオニキス私ね、強化人間にしちゃったんでね。強化人間の手術をね、施術しちゃったんでね、何人かにね。だから多分持ってこない方がいいのかな。持ってくると多分ね、でも持ってきたらあっちも解けるかな っていう気もするんで。まあそんな感じでしょうかね。まあこれはいずれやりたい、名作ではありますね。っていうところでしょうかね。まあ、今週の流れ、まあ先週から来て、まあ今週の流れね。まあなかなか、
そうですね、終わらないような感じはするんですが、まあ、ダイナソーがね、最後の局面まで来たのは大きいなっていうところでは思ってますね。三国志がまだもうしばらくかかりそうですし、ドラクエもまだまだですね。で、不定期枠、ユーロトラックシミュレーター2なのかは、終わりが多分ないでしょうね っていう感じで、あとデッドスペースかな、で、ブロック、え、えっと、フォールアウト4っていうような感じでしょうかね。まあ、今週の流れはこんな感じですね。で、またライブね、作品がまとまらなかったら、絞れなかったら、また多分ドラクエ4、ドラクエ6やると思いますね。ドラクエ6ね、硬いんでね、まあ、全滅さえしなければ、いいかなっていうところですね。で、ライブはね、やっぱり、有線 LAN、無線だったから今まで落ちたんですね。切れた時があったんで、有線 LAN にしたら1時間超えても、全然切れませんでしたね。やっぱり有線は硬いです。ということで、有線なんでライブの方していきたいと思いますね。そうね、もうね、まとめもね、もう何回目だろう、5、6回目ぐらいかな。もうちょっといってっかな。だってライブが4回ぐらいやってるもんね。だもんで、もうそろそろね、ネタがね、まあまあ、まとめなんで、進捗の報告はまあネタとかじゃないんですけどね、それ以外のネタがなかなかないのかなっていうような感じがしてね、前もちょっと言ったかもしれないですけど、ニュースでも読もうかなとかね、思ってみたり。でも著作権大丈夫なの？あ、そうだ、著作権で思い出した。著作権なんかで思い出したくないんですけど、コメントでね、ブラスティ、そうだ、ブラスティもね、やりたいんですよね。で、ブラスティのね、ロビーっていうのかな？ロビーの音楽はすごくいいから、それを流してほしいんですけどっていうね、要望をいただいたんですけどね。これね、ちょっと悩んでます。実はその、曲だけを上げるのっていうのは、かなりね、諸刃の剣な気がしますので、まあ、著作権とかにも、引っかかる可能性もありますし、まあ、ゲームの実況自体もね、ゲーム会社から言うと禁止って言ってるゲームも多分あるんでしょ？だもんでね、ちょっとあれなんですけども、だからまあ、100%音楽だけを流すっていうのはちょっとしないかもしれないんですけどもね、まあ、曲を長めに流すような感じで、私がちょっと若干ベラベラって喋ったのが入るか入らないか。っていうような感じで、まあ、確かに、ね、私もね、ブラスティのね、ロビーの音楽好きなんですよね。あれいいと思いますんでね。すごくね、なんかね、気持ちがいいというかね、なんかすごくし、なんだろう、心が新鮮になるというかね。あ、なんか、やる気が出るって大変ですけども、なんかね、ほわじゃないね。なんて言ったらいいんだろう。これからやるぞっていう感じなのかな。なんかね、すごく私が好きな、私も好きな、ね、そのいただいた、コメントいただいた方も、かなりお好きだと思うんですけど、もう私もね、あれが、あの曲大好きなので、ちょっといっぺんね、何か考えたいと思いますね。まあ、曲でね、ちょっとやる気になるぞっていう曲 となるとね、実は私ね、やったことないゲームなんですけど、何のゲームだったかな、忘れましたけどね、その曲がね、初め私ゲームの曲だと思ってなかったね、ソビエトマーチっていうのがあるんですけどね、初めね、なんか聞いてたらね、うわ、いかにもソ連の曲だわって思って、ソ連の国歌なのかなってね、歌詞振ってる動画があったんですけども、もうね、もう、なんていうの？ひれ伏せとかね、ひれ伏すがよいみたいなことが歌詞に入ってたりね、あとなんだろう、熊は？ウサギを仕留めるのにも全力で仕留めるみたいなね。なんか、火事でね、すごい曲がね、私、むちゃくちゃ気に入ってね、うわ、なんか旧ソ連ってこんな感じっていうようなね、曲があって、それが後でね、ゲームの音楽って聞いてね、こんなに質が高いの？このゲームの音楽って思って、ゲームを見に行ったら、何このゲームっていうゲームだったんですけどね。もうなんかね、かなり日本が誤解されてるみたいなようなゲームでしたね。ただ、すごくね、モチベーションが上がるというかね、まあ、なんでしょう。軍歌ではないんですけどね、なんでしょうね。本当に、まあ、ソビエトです。なんかすごく悪役っぽい感じがするじゃないですか。まあ、
東西冷戦の時もね、もう情報がほとんど出ないとかで、それをなんかすごく表に醸し出してるっていうような感じで、私ね、一時すごくヘビーローテーションに聞いてましたね。まあまあ、この辺の話はここまでにしておいて、まあ曲はね、本当に、そのゲームね、ゲームの曲、我々ね、88でなんか特に FM 音源が大好きなんでね、そういった感じでもね、なんかいい、まあ、著作権に引っかからない程度で、皆さんと共有できればいいかなっていう気もせんでもないんですよね。ただそこはね、なかなか音楽っていうのはもろ刃のね、剣なので、それだけを上げるっていうのはちょっと私も、ちょっと二の足を踏んじゃうような感じではあるので、まあ、なかなかすぐねポッっていう感じでブラスティの方はやるかどうかっていうのは微妙ですけども、ちょっとね私自身も曲大好きなんで思っちゃってるっていう感じでしょうね。うん、まあまたね、今回は20分ぐらいで終わるかなと思ったんですけど、だらだら言ってしまいましたね相変わらずですけど、というわけでね、まあ今回のまとめですね、この辺で終わっておきたいと思います。またよければライブの方ですね、また今週多分ね土曜日ぐらいにしますね。でまたツイッターでもつぶやきますので、ツイッターでね、多分ねツイッターでできれば前日ぐらい、もしくは数時間前ぐらいに、でも何時ぐらいにっていう感じであげます。で、直近になって30分か1時間ぐらいまでやっていけるかなって思った時には、前後する時間またはその時間であげるっていうような感じに、今回のドラクエのね、昨日のドラクエのような感じで、ツイッターやっぱ便利ですね、そういう意味ではね。YouTube 先生の通知って本当当てならないみたいなんでね。ですからツイッターはそういう意味では便利なのかなっていうことなので、このツールを私も、やっていきたいと思っていますのでね。まあ、もしよろしければ、またライブやりますんで、お付き合いください。お付き合いくだされば、これ幸いでございますということなので、よろしくお願いします。ではこの辺でですね、まとめの方終わっておきたいと思いますので、どうもありがとうございました。あちでした。